こんにちは。朝6時半です。曇っています。気温は1度ですね。チョウビタキオスのチッチ、今朝もミルワームを食べにやってきています。いつも同じような光景なんですが、微妙に違います。今日はゆっくり餌台に乗ってましたね。今朝は天気が悪くて、暗いです。暖冬で暖かい日が続いていたので、ちょっと寒くなると寒さがこたえますね。チョウビタキは冬鳥なので寒さには強いと思いますけども、この気温の寒暖差どうなんでしょうね。パンパスグラスは、風で揺れてますね。スズメの給食です。今日も元気にスズメが集まってきました。周りを警戒しているスズメ、それから背伸びをしているのもいますね。チッチはお気に入りの場所で羽繕いです。仲良しムクドリ、今朝は久しぶりに見た気がします。ここからは家の中で撮影しています。昨日の雪は、すぐに消えてしまったんですが、昨日はたくさん鳥がやってきていましたね。今日は、曇りなんですが気温が上がらないようです。撮影はできませんでしたが、チッチが窓をノックしていたみたいですね。くちばしでトントンと叩きました。チッチは餌の催促はするんですが、私が外に出ていくと逃げてしまいます。ただミルワームを持ってきてくれる人がこの家に住んでいるなというのはチッチも分かってるみたいですね。チッチが水を飲みました。ただその瞬間は撮影できませんでした。残念です。水浴びもしてほしいですね。やかんの上でポーズをとっているチッチです。尾羽の、内側もオレンジ色ですね。ふくらすずめです。丸くなっている方がやはり可愛らしいですね。ひまわりの種に夢中のシジュウカラです。今度は大手まりの枝にチッチが止まりました。オレンジ色の羽、本当に柔らかそうですね。つぐみです。つぐみも胸のところが気持ちよさそう。触ってみたいですね。チッチ地面でもポーズをとっていました。誰かなと思ったらこれはスズメですね。メジロが牛脂を食べています。もう一羽やってきましたね。どっちがどっちかよくわかりません。ヒヨドリです。そしてこれはキジバトですね。頭が小さいですね。メジロが牛脂を食べていると、そこにスズメが割り込んできました。意地悪なスズメですね。スローでもう一度見てください。自分を大きく見せるスズメです。なんか初めて見ました。メジロはその後すぐにまた飛んできましたよ。オスのキジがいました。これは隣の畑です。悠然と歩いてますね。12時半になりましたが、相変わらず曇っています。クリスマスローズどんどん咲いてきてますね。寒いので福寿草は花を閉じています。おしべの周りの蜜腺に注目してください。花びらのような萼片も色、形、模様など様々なんですが、花びらが変化したと言われている蜜腺、萼片が似ていても蜜腺の色が違うと花の雰囲気が変わりますね。蜜腺も変化に富んでいます。蜜腺は受粉後ポロリと落ちてしまうそうですね。花びらのように見えるのは、萼片なので長持ちするということです。丸尾です。今日は寒いのでこの辺でバイバイニャン。